今日紹介する作家は夏目漱石。三四郎、門とともに前期三部作をなす作品です。夏目漱石、それから実家が裕福であったため、学校卒業後も職に就かず気ままな生活を続けていた主人公の大輔。家族の反対を押し切って結婚を決めたことで実家から感動を言い渡された大輔が、初めて自らの足で社会へと飛び出していくラストシーンです。大輔と兄が呼んだ。今日は俺はお父さんの使いに来たのだ。お父さんはこう言われるのだ。もう生涯大輔には会わない。どこへ行って何をしようと当人の勝手だ。その代わり以来子としても取り扱わない。また親とも思ってくれるな。よくわかりましたと大輔は感銘に答えた。兄の去った後、大輔はしばらく元のままじっと動かずにいた。角野が茶器を取り片付けに来た時、急に立ち上がって、角野さん、僕はちょっと職業を探してくると言うや否や、鳥打ち帽をかぶって傘もささずに膝刈りの表へ飛び出した。大輔は暑い中をかけないばかりに急ぎ足に歩いた。日は大輔の頭の上からまっすぐに見下ろした。乾いた埃が火の粉のように彼の素足を包んだ。彼はじりじりと焦げる心持ちがした。焦る焦る、と歩きながら口の内で言った。飯田橋へ来て電車に乗った。電車はまっすぐに走り出した。大輔は車の中で、ああ動く、世の中が動く、と旗の人に聞こえるように言った。彼の頭は電車の速力を持って回転しだした。回転するに従って火のようにほてってきた。これで半日乗り続けたら焼き尽くすことができるだろう、と思った。たちまち赤い郵便筒が目についた。するとその赤い色がたちまち大輔の頭の中に飛び込んで、くるくると回転し始めた。タバコ屋ののれんが赤かった。売り出しの旗も赤かった。電柱が赤かった。赤ペンキの看板がそれからそれへと続いた。そうして大輔の頭を中心としてくるりくるりと炎の息を吹いて回転した。大輔は自分の頭が焼け尽きるまで電車に乗って行こうと決心した。Yeah.